こんにちは、山井亮でございます。今回はね、三重県桑名市の増尾駅ですね。近鉄の名古屋線増尾駅に来てるわけです。なんでこんなところに来るか。今日は久しぶりにですね、あの駅間散歩シリーズやろうじゃないかということでね。増尾駅も面白いですよ。JR は行かないですよね。完成するってことで。で、こっち側ね、あの、大阪方の方は、対比線があって、通過線がありますね。で、こっち側は、名古屋方面はないっていうね、面白い構造の、1面2線なのかな ?1 面2線でいいのかな。ちょっと今回作戦変更で、お手軽企画をやろうじゃないかと。このスロープになってるんですね、こっちは。ね。だいぶ使い古しました、これね。あ、で、そう、駅間散歩で、これね、増尾駅からね、熊野駅まで行こうかなと思ってますよ。増尾駅って有人駅だったんですね。ここね、熊野駅が一つ南に。名古屋、四日市からやったら300円。名古屋までは450円、500円切るんですね。熊野までやったら500円切るのはいいですよね。まあまあ適当に来ますよね。面白いのが、同じ普通準急なんですけどね、名古屋方面は準急と普通の色が分けてあって、四日市方面は準急と普通の色が分けてあって、まあ、これは停車駅が一緒やから、もう停車をってことなんでしょうね。まあ確かに、なんだ、この駅を利用する方が確認するのに、それで不便はないでしょう。雨は止んでるかなと思ったら、ちょっとまた降ってきましたね。ここにもあれ、転勤って不動産がやってる駐車場あるんですね。あ、ここには書いてありますね。1日600円。まあ、するんですね。まあ、駅前はね、まあ、定番の、ちょっと出っ張ったんですね。定番のね、ありますね。ポストと、公衆電話と。で、まあ、自販機もありますよと。まあ、前の道はね、抜け道でね、いなべの方とか行くのによく使うこの幹線道路ですからね。ちょっとバス停の感じが違いますね。まあ、増尾駅に来とるのは、発風バスなんですね。こんなデザインなんですね、今。桑西の方面に1時間に1本。あとは中上とか湿地で言われてもちょっとピンと来ないですけど、行ってるんですね。これは、素直に高架橋を終わった方が良さそうですね。まあでも駐車場が月決めはいっぱいあるんですね。まあそうでしょうね。あんま日割り利用の人はこっちには来ないでしょうね。あんなところにお肉屋さんがあるんですね。よいしょ。まあここの雰囲気型のね、長いことでも悪名高いですけど、急行が行きますね。結構上に登ると風が出ありますね。ちょっと傘差しとるのきついかな。傘なしで行きましょう。あ、で今度はこっちから JR が来ますね。おお、快速名ですね。おお、いいですね。あ、ダメか。で、終わるのかと思ったら終わらないですね。終わらこんなと思ってるんですね。この先にあるのがね、さっき見えるね、これ、先生なんですよね。タイミングがいいと、うまいことここで、直角でクロスイングするね、北西線が取れるんでしょうけど、ちょっと、ダメですね。雨と風が出てきちゃったんで、ちょっと、傘もさ、ちょっと、片手で傘させながら厳しいですね。どうしても、こんな感じでね、まあ、ずーっと踏切がなりっぱなし、あのもここの踏切の特徴で。ですのでね、抜け道ではあるんですけど、捕まえ出すとね、全然進めないんでね、このようにですね、まあまあ渋滞になるというのも、この道を使うときのリスクではあるんですけどね。うまいことね、ここ通っていくとね、面白いんですけどね。なかなかそんなうまいこといかないですね。大丈夫、ここの電車の本数は少ないですからね。
北西線、あれは三次鉄路北西線ね。ああ、まあ言うて結構いろいろと店あるんですよね。これなの米油、あ、無線、これってあれかな、スーパーさんで売ってる米油かな。うん、違ったらごめんなさい。確かに米油よく見るんですよね、こっちの方。なんかヘルシーにね、あの健康にいいみたいなやつでなんか話題になってるらしいですよね。って言ってたら、ここにはオーガニックのお店があるんですね。知らんかった。へえ、オーガニックコアな。こんな店あるんや。ちょっと中見てこうかな。ちょっと調味料かなんか買いたいですね。買い出しもしましたんでね。いや、オーガニック聞いたら、一応ね、これでもね、ほら、ね、この動画のプロフィールでも言ってましたよね。一応これでもね、オーガニック専門店でね、一応主任みたいなことやってましたからね。まあ、形だけですけどね。そう。まあ、やっぱオーガニックって聞いたらちょっと気になったら見たらね、ちょっとね、懐かしいものとかね、ああ、そう、これ売っとるんやっていうのがあったんだよね。ね、ちなみにオーガニックとしては、なかなかの品揃えです。まあまあ、オーガニック専門店で、まあ、この価格ね、まあまあまあ、どうしてもオーガニックなんでね、安いとはね、ならない価格ではありますけど、オーガニックとか興味のある方でしたら、この価格やったら全然、そうですね、ありというか、あるね、そんな、オーガニックやってるところ、たまにあるんですよね、すっごい値段、ぼたくみたいなね、それ、本当にオーガニックじゃないやつやのに、ねえ、いや、それ、ちょっとどうなんていうようなやつもね、すごい値段に売ってたりするようなところもあるんで、ね、そういうところと比べたら、ちゃんとした本当にオーガニックのお店ですね。野菜はフルオーガニックではなくて、無農薬栽培とかで契約するようなところのやつも入っておると。あれ、有機ジュースの認証ね、まあ、これはこれ、本当に動画一本作りたいくらいですけど、撮るのって大変ですからね。お、こんなところにも、ちょっと入ったところにあるんですね。ここで行ったらもう1号線ですからね。もう、何の面白みもないでしょうから。せっかくですから、こっちから歩いていきましょうか。ちょっと裏、これが旧東海道になるのかな？違ったらごめんなさい。あ、そう。で、買ったやつに関してはね、また改めてあげると思いますけど、カマンベールチーズ、こんなんね。そう。四つ葉のやつですね。四つ葉の製品がいろいろ置いてあったのね。これなかなかね、売ってるところ少ないからありがたいんですよね。そう。もしかしたらあそこ行ったら売っとるかもしれませんけど、イオンの四日市とまで、まあ、わからないんですから、ぜひここなの人はね、まあ、あんな混むところはいかんとね、こちらに買えるんやったら、ぜひ買っていただきたい。値段もね、よそばでやってるからって、まあ、多分普通のね、マーガリンとかしか買ったことない人からしてみたら、こんな値段するのかと思うかもしれませんけどね、大体小祝いのマーガリンとか、レベルのね、グレードの商品になってきますからね、こんなところ、中華料理あるんや。あとは何買ったっけ。桜井食品の、さんのね、インスタントラーメンね。これね、昔その、働いとった時に、実は、自分のね、店でも仕入れとったやつで。これね、まあ、5袋で650円か。ただね、普通のね、袋麺のやつと比べたら、それ、ね、ちょっとね、お値段が張るんじゃないかっていうところなんですけどね。これね、これもね、すごくね、素朴な味なんですけどね、なんか懐かしい、どっか懐かしいような味でね、そう、なかなかね、昔おったところまで行くのも大変なんでね、こっちで買えるのありがたいですね。で、その程度のやつでね、売っとるやつでね、ちょっと、どうなんだろうなんですけど、この桜井食品さんのはね、本当に将来にも深いこだわったね、食品なんでね、こんな写真後で撮ったのここに出しておきましょうか。これね、おすすめなんですよ。私好きなんです。オーガニックのものとしたら、比較的オーガニックじゃないですけどね、これは。正確に言うと、オーガニックの定義って何なのかって言われたらね、これはこれで、こいつ時間にね、語り尽くせる内容なので、ちょっと今回は割愛しますけど、全こっちから歩くと、あそこのね、小穴の交換のところ、下を来る形になりますよね。カツ工房。こんなとこに、とんかつ屋さんか。今日はもう休みみたいですけど、地元の人しか、ね、知らないような感じのところですね。気になりますね。なんですか、お店なのかね、一応。アイスまんじゅう140円とかって書いてありますからね。市役所ってこっちの方でしたっけ。
多分これはなんか文書かなんかでしょうね。文書というかなんか熊谷市の施設は施設みたいですけど、市役所でこんな場所じゃなかったりしたよね。あれで、ここは切手販売とかもやってるみたいですね。ここは何、コップ、カップと花、あれ何かな、美容室か。ここエスポアなんですね。だいたい市街地から、ほぼ市街地ねけど、ちょっと離れたところになんかエスポアってありますよね。エスポアは野村さんのところでしたっけ、あの野村不動産系でしたっけね、確か。あの野村不動産のね、管理しているところにはね、なんか謎のうさぎがね飾ってあるんですよ。なんかゆるい、あの昭和のゆるキャラって感じですね。でこのところ魚蒸し出し屋さん、ここにカプロ、さっきの、美容室の本店なのかな、さっき離れってなってましたもんね。なんかパッとはなんかおしゃれな喫茶店みたいな感じですけど、まあ美容室らしいですね。こんな感じだったそうですね。こんなところ古めかしいパロマのお店とかで、あ、ここが、あ、これはもしや、ちょうど今吹雪がね動きましたけど、これはあれですね、北西線の吹雪ですよね。おや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 、あ、圧が来ましたね。三義鉄路北西線が通ってきましたね。さあもうすぐ駅ですからね。あの先はちなみに何もないです、あの駐車場しかないですからね。一般の方は立ち入り禁止のところなんですけど、そこのためだけの踏切っていうんで、まあ確かに変わってるっちゃ変わってますよね。で、まあ、変わってるので有名な踏切はこの隣のところですよね、中央町ってところですけど、この先の踏切で、これは鉄道関係でもよく、鉄道系の YouTuber の皆さん方もね、よく、挙げられている踏切なんですけど、ここね、もう今小金井駅の方、今改修工事やってね、小金井駅ありますけど、そのね、手前、この麻生駅の間には、これね、この踏切、これがあるんですよ。なんなんやと。実は自動車も通れないようなね、細、ちっちゃい踏切なんですけどね、危ない、立ち止まないとか、でかく書いてやめますね。何かというとね、ここ、実は、行ってみようかな。ここにね、ナローゲージの機関。で、ここは JR なんで、ね。凶器。凶器が2つ。3つか。これをちょっと分岐してますけど。ね。で、JR と、これ近接には、もう突撃が来るわ。っていうことで、3つのね、おお、もちろん。ね、ということで、実は3つの機関が、まとめて、1つの踏切の中にあるっていうね、これなんか、日本ではここだけらしいですね。まあ、ナノゲージが一番珍しいですからね。ということで、3社3線、ね、残念ながら、養老鉄道のね、線路はここまでは来てないですから。三社三線ですけど、まあ、それでも、それぞれの標準機、凶器、そして、特別式、ナローゲージね。それぞれの幅が、ちょっとね、これで、見とく。まあ、これね、非常に珍しいということで。こんな感じ、ここから見てますよね。そう。ただ、何じゃね。ひっきりなしに、さっきのね、あの、マスオの駅前の踏切と同じだけ来るわけですから、それはつまりここもですね、結構渡るのにですね、気合い入れて渡らないといけません。で、これが新しくできた、桑名の車上区、いろんな保線する人のね、事務所。昔はね、ここにボロボロのね、まあ、もうね、建て替わったんで言っちゃいますけど、かなりボロボロのね、ずらっと並んでたんですけど、これが全部新しくなって、
で場所もちょっと、駅側にあったのをこっちに移してとかね、やって、でスペースができたりしたところに今再開発をやっておるということで、これ小原の駅前が大きく変わるぞということなんですね。駅西からの場合はどこから入れるのかな。あ、ちなみにね、当たり前ですけど、これ南北でこっちが北側ですからね、こう北なんで、こっち側が西でこっち側が東なんですけどね、まあ、また西小原の駅行ったらね、そこら辺の説明をしますけど、そう、東西南北がたまにね、えってなるのがね、この桑名の怖いところなんです。本当はね、さっきの踏切渡らんと、そのまままっすぐ行ったらすぐ、桑名駅のところ行けますからね。今日はちょっと踏切取るのにね、今渡っちゃいましたけど、よかった、雨も止んできたんで助かりましたね。まあ何せここら辺はね、鉄道の往来も盛んです。特に桑名や名古屋間はね、JR と近鉄が全く同じ駅舎にあってね、それでまた距離もね近いです。20分ぐらいで着くのかな、また優等列車でね、っていうところですから、まあこのね、価格競争とかいろいろやってるんでね、面白いところではあるんです。で桑名駅舎もね、まあ近く行ったらまた飛びますけど、まあ、ね、ほら少しね古びた昭和のね、ビルだけだったんですけど、これが今どんどん建て替わって、で駅舎全体からねガラリとリニューアル工事をやるってことなんで、一応来年令和にね、2020年には出来上がるんでしたっけね、っていう予定でなってるらしいんでね、楽しみですよね。まあまた変わったら変わったでね、見に行きたいですけど、この辺りももっと住宅地がきつんでしょうね。駅西っていうのは今までね、比較的、この小山駅のね、西側というのは比較的ね、錆びれたって言ったら良くないのかな。あんまり発展してこなかったんですけど、このね、駅の書き換えで、またこの駅の西側というのも、見直されてるらしいですね。実際その、ね、高専区とか色々とあった名残が、その、後の部分のね、スペースができますので、ここになんかいろいろとできるんじゃないかっていうね、ことなんですよね。こっち側もね、まあ、ね、見てご覧の通りで、絶賛開発中ですけど。で、東側ですとね、そのまま1号線にも抜けれるし、またシティの私や休暇公園といったね、桑名の名所も全部ね、これね、この桑名駅から東側にね、集まってるんで、どうしてもそっちの方がね、メインになるんですけど、こっちに来るとまだ西側でね、ちょっと趣があるんですよね。こっち側には住宅地ね、ネオポリス、大山田団地とかで、ね、ありますから、その兼ね合いもあってね、まあまあ、こっち側にアクセスするのは、車でね、出迎えからなんかはね、こっちの方のがね、しやすいのが、すごいいっぱい、ね、出待ちの車が、出待ちでいいんですかね、来てますね。バスとか来てないんですけどね、奥には詳しいと、あ、でもセブンイレブンあるんですね。まあせっかくね、まあこれ小金井駅到着っちゃ到着なんですけど、まあせっかくなんでこのままね、駅の東側をね、メインの方も見ていこうと思いますけどね。